改札口ホーム上見寄り塩原温泉口駅は、栃木県日光市上見寄りにある、野岸鉄道合図絹川線の駅である。野岸線建設段階での仮称駅名は、上見寄り駅であったが、同線が接続する予定の国鉄合図線に、上見寄り駅が存在したため、開業時の名称は、下付上身寄り駅となった。その後、1988年には、上見寄り地区より、 那須郡塩原町方面へ抜ける国道400号、岡白トンネルが開通し、塩原温泉郷と駅が結ばれたため、上見より塩原駅に変更され、2006年3月のダイヤ改正時には、同温泉里へのアクセス駅であることを強調するため、上見より塩原温泉口駅に改称された。島式ホーム1面2線を有する地上駅で列車交換が可能。 2016年度の年間乗車人員は6,844人である。したがって、同年度の1日平均乗車人員は19人である。近年の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。那須塩原市営バスにより運行されている。駅前ロータリーにある、上見より塩原温泉口駅が、最寄りバス停。ありがとうございます。